はい、今新型レヴォーグのアイサイト、アイサイトといえばですね、もう非常に今注目されている技術ですけども、今回かなり進化したんですね。で進化して、センサーの能力も上がったので、いろんな交通事故とかリスクのユースケースに対応できるようになったので、こういうテストコースでそれを再現するときに、ちょっとこういろんなことをやると分かりにくくなりますけども、基本はこのステレオカメラで前方を認識して、その周りの状況を判断して、加速したり減速したり、あるいは急ブレーキをかけたり、あるいはこの電動パワーステアリング、ハンドルを自動的に制御したりします。でもちろん後方にも、さまざまなセンサーを持ってますから、例えば後ろから近づいてくる車を認識したりできるんですね。で今日は雨降ってて非常にガスってて、白線もちょっと薄いんですけども、しっかりとですね、レーンをトレースしてますね。今回アイサイトはですね、ベースとなるアイサイトの機能に、新しいそのアイサイト X と呼ばれる機能が追加されたので、非常にいろんなことができるようになったんですね。で特にここはしっかり理解しなければいけないのは、高速道路に限定してレベル2ですけども、ドライバー前方監視義務の中で手を離すハンズオフが可能なんですね。でこれは高速道路のみなので、実はこの高速道路専用の高精度な 3D のマップを持ってます。それがあることによって高速道路のみで手を離して走ることができる、あるいは高速道路のみウインカーを出せば自動的に車線変更できる機能も備わってますね。でこういった機能は、アイサイト X、システムがバージョンアップした新しい機能として追加されてますから、走れる地域はもう日本の高速道路、約3万キロ弱、上り下り入れたら約6万キロぐらいの地図を持ってるんですね。今料金所って出ましたね。これパイロンなんですけど、ETC ゲートに想定するデータを地図の中に入れてるので、一般のその本当の高速道路でしたら ETC 来たら自動的に20キロまで速度を落としてくれますね。はい、なんかねインパネがねブルーになって綺麗になって青々として、これがいわゆる手を離してもいいよっていう合図ですね。じゃあハンズオフします。ハンズオフしましたけど、ドライバー前を見てなければダメですね。これでもうスマホなんか見ちゃ絶対ダメですよ。まだドライバーは前方を監視して安全運転義務がありますから、定義で言うとまだこの状態はレベル2の状態ですね。でスバルはあくまでも高速道路の渋滞を想定してハンズオフ機能を実用化してますから、スピードが徐々に上がっていった時にはハンズオフが解除されるはずです。はい、どん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 前の車が速度を上げるとこちらもそれにつられて40、45スピード上がってますね。まだハンズオフですよ。50、50超えるとどうなの。あ、ハンドルを操作してくださいってアラームが出ました。アラームが出たらしっかりと両手でハンドルを持ちましょう。はい、これで車線変更しますね。しますけど、あ、右側に車来てるねってここにもアラームが載ってますね。でステアリングを切るんだけど、おお戻されてる。右後ろから車来てるから行っちゃダメよってこう今パワーステでこっち来てますね。なるほど。はい、今80キロ設定で ACC で走ってますね。で前の車ロックオンしました。あ、前の車ブレーキ、僕は今ブレーキ踏んでません。踏んでません。ブレーキ踏んでません。踏んでません。踏んでませんよ。踏んでません。踏んでません。はい、完全停止。あ、止まり方うまいね。スーッと止まりましたね。はい。今ハンズオフができる状態なのでハンズオフしてます。でこの状態で、ドライバーに異常が起きて、脇見運転、あるいはなんかこう気を失っちゃった、こんなような感じかな。そうするとどうなっちゃうんだろうっていうのを、なんかエマージェンシーの赤いランプがついてハンドルを操作してください、クラクション鳴らして、クラクションサイド鳴らして緊急停止かな。というような
機能がついてますね。今日はですね、スバル新型レヴォーグプロトタイプの試乗会に来ました。でもうすでに試乗は終えてるんですけれども、今日のところはひとまず、限られた条件の中で、少しハンドリングの雰囲気を見るぐらい、あと、直線の加速もそうですね、アクセル回路 50% ぐらいでどれぐらいかなっていうところまでは見れました。あとですね、アイサイト、これ次世代型ですけれども、これが非常に大きく進化してるんで、その機能も見る時間もありましたね。なかなか興味深いというか、期待以上の仕上がりじゃないかなと思います。もともとこのレヴォーグはですね、レガシーツーリングワゴンですね、これの系譜の中にあるという、レガシーが途中から5世代目までは、日本でも、販売してました。今でもあるんですけれども、6代目のレガシーはどちらかというと北米など大陸向けで、大型化していったんで、日本ではちょっとあんまり向いてない車になってしまって、そこで6代目レガシーツーリングワゴンの代わりというか、それを受け継ぐものが、レヴォーグなわけですね。初代レヴォーグイコール、6代目レガシーツーリングワゴンというような感じです。でこれで2代目レヴォーグになりましたから、7代目のレガシーツーリングワゴンといったところですかね。ただいろんなハードウェアなんか見てみますと、今回は非常に大きくジャンプアップしてますね。もともとレガシーは89年平成元年出まして、その時にプラットフォームもエンジンも、新規になってます。それまではスバル1000から続くのかな、おそらくレオーネまで、改良を重ねながらいろいろ使っていたエンジンプラットフォームだったんですけれども、だから60年代から使われたものがそこまレオーネまで使って、で89年で一新して、でずっと実は来ていて、ここで、プラットフォームが一新されたと。でエンジンにしても89年の時に出たのが EJ 型で、これは本当つい最近2020年の3月まで WRX では使われてましたね。でもいよいよなくなって、役目を終えたと。平成元年から平成が終わるまで、令和にの初期にまたぐまでですね、平成元年のレガシー、初代レガシーで生まれたプラットフォームエンジンが、使われてきたと。でここで役目を終えて、この2代目レヴォーグ、ここで SGP スバルグローバルプラットフォームの、フルインナーフレーム仕様という最新のプラットフォームが使われ、エンジンも新開発の 1.8 リッターが入ってきたと。でアイサイトも、大きく進化したという意味で、かなりエポックメイキング、なモデルになっているんじゃないかなと思います。でも本当に想像以上によくできているし、何より上質でプレミアムな感覚が出てますんで、これが300万円台が中心の車とはちょっと思い悩みぐらいなんで、かなり注目のモデルだと思います。